ぷんちゃん、姉ちゃんがサラダチキン作ったよ。かサラダチキン、最近ね、あのサラダチキンを自分で作るのにハマってるんだけどね、味付けなしだったらぶんちゃんもね絶対美味しい食べてくれると思うから、ブブの分作ってみようか。作り方超簡単でさ、炊飯器にお湯と一緒にジップロックに胸肉入れて保温を押すだけなんだよね。そうするとなんかプリプリにできるんだよね。で、ぶんちゃんのサラダチキン作るときは塩麹とか味はいらないかな、そのまんま入れよっか。人間用のサラダチキン作るときは塩麹とジップロック一緒に入れたらすぐ美味しくなるからおすすめなんだけどね。皮はぶんちゃんハイドコーン、よいしょよいしょよいしょ。皮は脂身がいっぱいだからね、皮はハイドコーン。本当はね、あの人間用の作るときはフォークで穴いっぱい刺すとさ、塩麹が染み込んで美味しくなるんだけど、まあ、ぶんちゃんのには必要ないかな。で、空気抜いてジップロックに鶏肉入れたら準備完成だね。あとは炊飯器にお湯と一緒に入れて1時間ぐらい待つだけ、保温をしてね。保温を押すだけ。じゃあぶんちゃんできるまで待っとこうね。お、なかなかいい。ぶちゃぶちゃ、おちゃ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 、ちょっと待ってね。ほ、これをちょっと冷やせるの、お口に合うまで冷やして冷えたら食べよう。楽しみだね、サラダチキンね。わ、いい感じにサラダチキンできた。でまだねちょっと暑いわ、だいぶ暑かった。30分ぐらい待ったから冷えたかなって思ったんだけど、もうちょっとだけ待ってね。姉ちゃん全力でフーフーしてあげる。待ってね、つらいね。やばい、酸欠になってきた、フーフーしすぎて。よし、そろそろぶんちゃん、ブブのサラダチキン冷えたよ。サラダチキン食べる？食べる人、おっさりして。ちょっと待っててね、そこでお利口さんに。ぶちゃソファーの上で。待って、ぶちゃん。ぶちゃん、お、待ってよ、待ってよ。ぶちゃん、待って。ぶちゃん。ぶちゃん。ぶちゃん、ぶちゃん。ぶちゃん、ぶちゃん。ぶちゃん。静かに。ぶちゃん。吠えたらダメなことないけどさ、一応静かにね。吠えた状態であげるとね、吠えたらもらえるって思っちゃうから、一応ちょっと落ち着くまで待とっか。じゃあ落ち着いた？うん、おい、おりなおりな。はい、押さえして。落ち着いたね。別に吠えちゃダメなことはないけどさ、ね、吠え癖がついちゃうから。落ち着いたね。落ち着いた、食べよう。落ち着いたね。待てよ。いいよ。おいしい？もちろん1時間かけて作ったけど、ものの数秒で食べちゃった。美味しかった？美味しかったね。美味しかったね。すさまじい吠え方だったね。相当匂いがさ、美味しそうだったんだろうね。待ってたからね、だいぶね。リコさんだったね。まあ、ないよ、まあ、ないよ、まあ、ないよ。匂いは、あ、カスが残ってる。カスが残ってた。ブーブー、ブンちゃんよかったね、おこぼれあるよ。サラダチキンのカスが残ってる。おさえして、おさわり。お利口さんだね。待てよ。いや、ペロペロする。こっちもする。ちょっと夜ご飯ね、少なめにするつもりだったんだけど、おにぎり1個分ぐらいにするつもりだったんだけど、ちょっとだけ多くなっちゃった。まあ、今日おやつ食べてないから、たまには姉ちゃんが大盛りご飯あげてもいいか。ぶんちゃん、あんだけサラダチキン食べてまだそんな食欲いっぱいあるの？すごいね。朝にして。いや、あんだけめっちゃ
サラダチキン食べたじゃん。ブンちゃんほんと食欲旺盛マンだね。いいよ。ちょっと姉ちゃんの左手の握力じゃ追いつかないから、ちょっと握力が追いつかなかったからやっぱりお皿ブンちゃんのご飯のところに置くわ。相当サラダチキン食べたんだけどねよかった、美味しいね。ブちゃんいつもママがさ大盛り係で、うちはさ体重管理係だから少なめだけど、たまにはうちがたくさんあげてもいいね。はい、ごちそうさま。完食だね。ブッチもサラダチキンも全部完食した食欲がとどまることを知らない部分。うん、ごちそうさま。